皆さんこんばんは、足草です。いつもご視聴ありがとうございます。まあ暑くなったですね。まあまあ春でね、まあ5月なのに30度近いってね、なかなかですよ。まあそんなことよりですね、今日ご紹介したいスニーカーはこちらでーん。ズヨクのブレザーですね。ミッド、ブレザーのミッドになります。これオイル入れで3週間ぐらいになったのかな、ちょいちょいオイル入れてます。まあこういうね、黒と赤のこういうのって普通にデニムでも合いそうなもんです。アウトソールはこんな感じ。これは2003年のモデルになりますね。 US10。 これパッド履いてパッド脱げるんで結構すぎなんですけど、皆さんはこういうスニーカー、ローテクスニーカーどうでしょうか。午前中も歩いてれば足疲れるですけど、それでもなんか我慢すれば励む、インソール交換すればめちゃくちゃ楽だとは思います。後ろはこんな感じで、上から見ればこんな感じかな。私これかなり履いてて、もうボロボロっすね。履き口も全部レザーなんですよ。なんでこうシュッと履いてシュッと脱ぎやすいっていうスニーカーです。この右足も全く一緒ですね。パッと履いてパッと脱げる、まあ、こういうローテクスニーカー履いて、ね、デニムでこういうリバースウィーブの半袖とか歩いてます。まあ何がいいってシンプルでいいですよね。まあ、コンバースに飽きた時に私このナイキ履いてるんですけど、皆さんもこういうローテクのナイキどうでしょうか。それとまあまあこういうリバースウィーブなんですけど、これはね割と新しいタイプのモデルですね。オースポーツ店で買ったのかな、半袖。やっぱりこうリバースウィーブの半袖とかって結構いいっすよね。暑いんですけどね、厚手なんで。それでもまだ5月なんでね、十分いけるかと思ってました。でこっちに紫と緑の目ついてます。こっちが普通の青と赤の目ですね。まあ最近こういうの着てます。あとまあこういうキャップかぶってます。で腕時計しない時はこういう競馬のね懐中時計持ってあるんです。こんな感じ、懐中時計です。で大体こう競馬のものとか馬すぎなんで、ね、馬のものは何かかが身につけてます。馬のレザーとかも大好きなんですよ。皆さんも好きなものこう身につけではどうでしょうか。あんまりこうガチャガチャしてすぎじゃない人はこう腕時計するとかそういうのもありだと思います。で、それでですよ、私最近ウイスキーにはまっておりました。はい、これも宮城郷蒸留所限定です。限定のシングルモルト宮城郷フルーティー&リッチになりますね。
うん、宮城と蒸留所ってはどうしてもこう甘口なイメージあるんですけども、このフルーティー&リッチも全くそうです、甘口ですね、飲みやすい、うん、では初心者の人とかも多分こうガンガン飲める一本だと思います。ちょっと上げてみたいと思います。こんな感じかな。新聞元宮城郷、宮城郷蒸留所限定のフルーティー&リッチ、緑紫オレンジって3本で出ますね、シングルモルトは。あと普通の宮城郷もあったな、普通の宮城郷もあるんで4本で出ますね。あとここにもあるんですけど、これはブレンデッドになります。宮城郷蒸留所限定のブレンデッドウイスキーです。でこっちがシングルモルトですね。どちらかといえばこうシングルモルトの方があのストレートで飲んだり、あとなんかロックで飲んだりするときは私こういうシングルモルトを飲むようにしてます。でハイボールで飲んだり、水割りで飲むときはブレンデッドも飲んだりしてます。台湾1本どうでしょうか。宮城郷蒸留所限定シングルモルトウイスキーの紹介でした。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。